まずはじめに、本製品を並べチェックします。左から、花火火台 A、花火火台 B、本体、そして花火です。本体操作パネルの電源スイッチが手前に倒れ、オフになっていることを確認します。確認が済んだら、本体と花火火台を接続します。 次に、花火を花火火台に取り付けます。テープ部分が上にくるよう設置、電源を挟み込みます。最後に保護パイプをセットして、花火の設置は完了です。 安全のため、花火火台の下には必ずアルミシートを敷いてください。次に本体です。本体の電源コードを差し込みます。必ず a c 1 0 0トを使用してください。電源スイッチを入れるとパイロットランプが点灯します。これで準備が整いました。 花火の炎や煙により火災報知器やスプリンクラーが作動する恐れがあります。点火前には必ず感知器を停止してください。点火するタイミングになりましたら、点火スイッチを押してください。この時、必ず花火の近くに人がいないか確認して行うことを忘れないでください。点火スイッチは2秒程度押し続けてください。 点火が終了したら、電源スイッチをオフにします。電源コードをコンセントから抜き花火課題との接続コードを外します花火課題は熱くなっていますから十分冷めてから花火を外してください